ールちゃんの鼻整形を嫉妬したくせに、裏であれは変と言い放った二代目鼻の子シやこと、エビスのえとあるクリニックなんですけれども、またしてもね、被害者を生み出してしまいました。 はい、こちらになります。えー、っとですね、まあ、YouTuber のーカバタクさんっているじゃないですか。あの方が肌、えー、整形失敗したとお,おっしゃっててですね、この2代目壊し屋の被害者なんですけれども、まあ、運悪く39度を超えて200万を払って、まあ、肋骨の痛みに耐えながらですね、皮膚が拘縮をしてしまって、そして感染したと。 いうところですね。はい。まあ、この美容外科医さんね、過去にやらかしをとてもね、えー、起こしてまして、まあ、この R さんの、えー、お花の事件もそうなんですけれども、この事件もね、オ、えー、ペ中に思いつきで、あの、豚バナのデザインに変更してたり、えー、ナースの広報出しゃばりがね、オ、えー、ペ室でセルフィー撮ってたり、はい。で、えー、SNS に上げたりしてね。あとは、まあ、小鼻祝賞とか人中短縮やった患者さん に出現したたりりとととかか埋没裏止めをややばいと言い言ながらやってたりとかね、まあ、そういうことがいろいろこれまで波紋を呼んできましたと。で、R ちゃんの花の事件ではね、奨励写真はあの工作花ばっかりなのに、えっと僕はナチュラル派で R ちゃんがそのデザインを希望したんだとね発言してたりするんですよね。嫌ですよね。はい。で、まあ、やっぱりね、えー 一応、これ、この方2代目なんですよ。で、初代も、花の壊し屋さんっていうのがいてね。初代の花の壊し屋さんは、あの、とあるビューティークリニックっていうね。 とあるクリニックなんですけれども、インフルエンサーの鼻を次々に壊していく、鼻の解体屋みたいな仕事やっててですね、私服が八王子のホストみたいという垂れ込みが上がってきてます。えー、皆さん、整形初心者の方は、えー、注意してね、えー、見ていきましょう。具体的な整形のご相談は下の概要欄のメールフォームからお送りください。